ブレスレット完成。素敵じゃない、ブルーが貴重になってるのね。そうなの、このキラキラしたクリスタルのビーズとツヤのあるブルーのビーズが涼しげで可愛いでしょ。エリッチはどんなデザインにしたの？私のももう少しでできるわ。ちょっとだけ待ってて。この色とこの色を交互に入れて、一つ大ぶりのビーズを入れてアクセントにしたいわね。あ、こっちのビーズをつけても可愛いかも。エリッチ楽しそうやね。え？確かに楽しんでやっていたけれど、そんなにわかりやすかった？そりゃあもう、次はどのビーズにしようかなーってワクワクしたオーラがたっぷり出てるやん。そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいわね。よし、できた。私のも完成よ。あ、エリチの見せて。いろんな種類のビーズとパワーストーンを使ったところがポイントね。素敵やん、このデザインすっごく好み。うちがつけたいくらいだよ。実はこのブレスレット、のぞみに似合いそうなデザインで作ったのよ。え？どんなデザインにしようか考えていたら、のぞみだったらどんなのをつけるかな、どんな色が似合うかなって自然に考えちゃって。だから気に入ってくれたなら、このブレスレット作りは大成功だわ。のぞみへのプレゼントだったんだもの。